どうも、ねるです。フィリスのアトリエ、続きを遊んでいきたいと思います。今回ですね、推薦状1個前回手に入れたので、その先に進んでいければと思うんですが、どっから行くんだろう。まあ、進んでみればわかるかな。回り込んだ感じか。あれ、こっちじゃない？R1 ボタン押すと速く走れる。8。で、こっち側に来たけど、なんだ、こういったとこにもあるんだ。なんかドクロマークがあるんだけど。なんかいる。めっちゃこっち木材取れるし。イベントとかクエストの敵、こいつか。それフィリスちゃんは私が守る。キメラビースト。袋念には念だ。逃がさないわよ。無駄だ。よいしょ。とっておきよ。その身で味わえ。クニゼリー、俺の剣に見せてやる。無駄だ。ここは一気に連携して動きましょう。どうかしら。ウィリス君、怪我はない？それでもっと遠くに行ける。まだ足りない。弱くなる牙。お宝おいでまなんか宝物。お宝おいでませ。インゴット。こっちかな。行き止まりっぽく見えるけど、あ、いけるいける。洞窟。程よい暗さ。いいものないかな。先が見えんのは困りものだ。さっさと片付けるとしよう。見切れるかしら。ん、この石硬い。おいしょー、おいしょー、てりゃー。よし、頑張ろう。やっ、狩りの練習にはなったかしら。てりゃー、おいしょー、てりゃー。これで防御力強化できた。ちょっと疲れてきたような。けどまだ平気。はい、というわけでアトリエに戻ったら装備できるアイテム数が増えた。何がどうなった？探索？こっちじゃなくてこっち？あ、増えてる。一列増えてる。なんか作れないかな。結局怪しい液体がわかんないし、で前の作品だと拾い集めるような感じだったけどね。材料はどれにしよう。これの場合べきな気がするけど、毒兵ぐらいしかないな。攻撃強化とか連絡力強化入れといてもいいし、そうだな。材料投入。いい感じ。材料投入。材料投入。これでいい？納得できない。ないもんな。触媒は何がいい？よし、始めよう。材料投入。ここにいるよ。よし、いい調子。いい感じ。これでいい？効果つけられないな。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価等よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。